今シーズン J3 で戦うサッカーギラバンツ北九州の原田武雄新監督が就任会見に臨み、1年で J2 に昇格できるチームを作ると意気込みを語りました。ギラバンツの開幕戦はホームの新スタジアムでオープン当日の3月12日に行われます。皆さんこんにちは。今回、ギラバンツ北九州の監督をすることになりました原田武雄と申します。よろしくお願いします。ギラバンツの原田武雄新監督は佐賀県出身の45歳、 J リーグの監督経験はありませんが、 J2 のビファーレン長崎でアシスタントコーチなどを務め、若手を指導する手腕が買われました。私たちの目標ははっきりしていますし、そこに対して J2 に昇格するためには、やっぱり勝っていかなきゃいけない、で勝つためにやっぱ戦う集団を作っていかなきゃいけないというところでの、ことをベースに考えております。正直不安はあります。ですが不安よりも期待感の方が大きいですね。選手もそうですし、スタッフも、私のリクエストに近い、陣容ですね、これだけ揃えてもらいましたので、あとは本当に自分が精一杯やるだけだというふうに思ってますので、ステージは、残念ながら、J3 になってしまいましたけれども、ただ新たな、このギラバンツ北九州の、サッカーをお見せできるかなと思いますので、ぜひやっぱりそういった、チーム、新しいチームを、この新しいスタジアムに見に来ていただきたいなと思ってます。ギラバンツは1年での J2 昇格を目指して新たに12人の選手を迎えました。原田新監督のもと、チームは今月15日に選手とスタッフ全員が参加するスタートミーティングを開き、16日から練習を開始する予定です。一方、Jリーグは今日開幕戦の日程と対戦カードを発表しました。 J3 で戦うギラバンツの開幕戦は、新たなホームとなる小倉北区の三国ワールドスタジアム北九州で、オープン当日の3月12日に行われ、ブラウブリッツ秋田と対戦します。